じゃあ、じゃあ、いや、歴史を振り返るってすごく面白いんですけど、まあ、4年間その、うん、南海にいたじゃないですか。で、阪神にトレードされるわけじゃないですか、うん、それはね、4年いる間に、まあ、昭和48に優勝してね、はいはい、で巨人が V9 で、はい、で、その次の年ぐらい長嶋さんが監督になるわけです、はい、で、まあ、4年いた頃にね、野村さんもちょっと疲れが出てた、うん、監督出番でキャッチャー、はいはい、でそこへサッチ様がちょっとうろうろするようになってそうっすね、ね、ちょっとギクシャクし始めたわけよ、チーム内が。ある時俺と藤原さんやね、はいはい、九州でセカンドやってた人ですね、うん、そうそうそう、はい、いや、サードやってたんだよ。サードやってた、うん、そうです。セカンドは桜井って、はいはい、それでそれがね、仲良かったから、はい、で選手会を代表して、ね、はい、少し野村にここら辺で気合い入れて、もうちょっとチームをまとめてもらうっていう進言したらどうだっていうんでね、またいかんでもいいのにケツ書かれて3人で行ったわけですよ。で、野村さん呼び出して、ね、でこうなるチームがちょっとゴタゴタしてるから、もうちょっとね、気使ってこうなんかチーム引っ張ってくださいよみたいなことをあれこれあれこれ言った言ったらまあそんなんで野村さんもそうやな、俺もちょっと頑張ろうみたいな、それでうまくいったと思ったんです。そしたらね、12月のね、初めか11月の終わり、選手会のコンペあるじゃん、はいはい、で大阪は南海ホークス、南海電鉄をやってるゴルフ場があったんですよ、はい、橋本監督、はい、でそこへでみんな選手会でゴルフ場、今日なんか野村が来るって言うわけ、うん、で野村さんはゴルフもしない、一切しないからな、ね、はい、で来るんだよ野村がつって、いやなんか選手に気使って商品を持ってくると、はい、最後にパーティーやるわけですよ、コンペの表彰式とかやる、だそこに持ってくるんだ、まあ、そう、珍しいことあるのやな人に物を持ってくるなって言ってみんなさ言ってたから、で来たよ、で商品が持って野村だから背番号19で19位勝、なんと俺が19位だったの、その時忘れもしないけど、もう仕方なく野村からもらって、それでまあありがとうございました。それでパーティーが終わって帰りがけに野村が別の部屋で俺を呼んでるわ、おい、ちょっと来い、何だろうみたいな、で部屋行ったら、お前ちょっとあれや、旅に出てこいって、え、何ですか旅に、トレードや、と思って、どこ行くんですかこれ、阪神なんでまたですか、いや実はな、吉田がね、吉さんがこの前来てな、それでうちで扱えんピッチャーをと、もうこれでどうにもならんと、うん、だからこれを扱えるのは、ね、まあ、野村さんあんたしかないんやと、こう言われたと。で俺も前々からこのピッチャーは俺一回選手時代に一回球を受けて一緒にやりたかったね、だからそこで意見が一致したんだと、向こうは困ってると、出したい、で受けるところはあちこちないから、でも野村さんだったら一番受けてくれた、野村は野村でもともと受けたかった、はい、江夏や、ね、名前聞いて江夏、はい、江夏ですか、なんでですかまた、いやもう扱いに困った、だから俺はでもね、あいつはすごいあのピッチャー、一回やっぱり憧れがあるんだよ、セリフのピッチャー、まあ、まあそうですね、だただそこまでよく監督がしっかり話をしてくれるんですね、うん、トレードの内容とか、うん、それはでも珍しいケースだと思うよ、ですよ、ね、俺だから気使ったと思うね、あ、それで俺もこう分かりましたと、まあ、野球選手だと、まあ、もともとなんかどこでもいいわけだから、でも地位は作ってるわけじゃないですか、うん、そうそう、だから段階でチームも良かったしね、以上みんな仲も良かったし、仲いいっていうか、それで、あ、これさ、すごい寂しかったけど、お帰り、なんか車の中か、なんかどっかで、ちょっと複雑な思いをしたことは確かなんだけどね。でも人気の阪神に行くわけじゃないですか。うん、それは嬉しいことじゃなかったですか。いや、嬉しくはなかった。そうですか。あんなチームって。だって阪神って今でこそこんなに人気あるけど、あの頃は俺らにしたら弱いチームで、ね、巨人戦しか逆来ない。でもセリーグじゃないですか。うん、セリーグだし大したことないなって。だってコンプレックスがすごいもん、セリーグに対する。
そうっすね、絶対上から目線で見たがるじゃない、ね、お前らの下にいないよみたいな、だからそういう意識がみんなあった、パ・リーグの選手は。だから阪神なんてってちょっと思ったんだけどね、それがね、カッと火がついたのはね、入団発表の日、甲子園球場であった。で、まあ終わって、それでマウンドにね、ポーズ取ってくださいね、カメラマンが、ね、よくやるじゃないですか、こうやってこう、ポーズ取って、こう、パッとやってたんですよ。パッと見たとき、ふっと思ったんですよ。よく考えたら、世の中うまいことできてるねと。俺は高3の時、甲子園が、ね、お前ら来るなと。ね、こんなとこで球投げる立場じゃないのかなみたいな。いや、まあ立場じゃないとは思ってなかったでしょうけど。いや、ストレージャーがね、拒否された。拒否されたとは、まあ巡り回って、何の因果か。自分の本拠地になって、甲子園が自分の家になったわけじゃない。そうですね。これね、ちょっとやらないかなと思ったよ。あ、そういうことかと。いや、わかんないことね、できてるな。よし、こうなったらもう頑張ろうって、もう燃えたね、やっぱり。やっぱり江本さんの原点って、やっぱ甲子園、そうそう、甲子園の停止から、そうそう、になってますよね。もうそっからも変わった。それまでは俺もいい、性格のいい人間だったね。言ってやろう。まあ、うん、まあ、あれからひねくれたもんね。だけど何かやっぱりあったんですよ、そういう思いがね。だから甲子園、まあ、まあ、最近よくその甲子園に出れないとか、まあ、こんなことで大会がないとかって、みんな高校生かわいそうだかわいそうだっていう大合唱するけど、俺に言わせたら、いやいや、野球ができるだけでもまだね、お前ら恵まれてるよ、まあそうです、甲子園もないけどね。で、世間の人ってさ、勘違いしてんだよね、甲子園に4900校行くと思ってんだよね。まあまあ確かに、もう行くのはもうわずかしか、50校ぐらいしか行けない、ね、ほとんどのやつは甲子園なしで生きてるわけだから、まあ、そういうことも含めてね、まあちょっと俺の原点は、まあ、もちろん高校野球ですよ。そら、でもやっぱ震えが来ました、やっぱ甲子園でそれを思い出した時。うん、まあそれもあったしね。で、それはね、なんでかっていうとね、もう一つはね、その3年生の時に入場式だけでも見ようと、自分たちが出る、はいはい、って言ってみんなでね、親も含めて、はい、その一塁側のスタンドの上の方に、はい、こう見に行ったわけ、はい、で今だったらモダミナ頂戴のもうすごいニュースなんですよ。昔は新聞にちょろっとしか出てない、うん、俺らが見に行ったの。だからそんな大したあれじゃなかったんだけどね。ただね、その見た時ね、まあ3校出た、四国から。俺うち1位ですよ。2位3位で補欠が 4番目いるわけ、はい、これが出場停止だから、はい、4番目の補欠が出てくるわけよ、甲子園に。まあ、そうなりますよね。こいつらの姿見たときは悔しかったね。あんな思いしたのはもうあれしかない。それで、そういうことがあって、まあ、甲子園というところは俺を拒否したところだっていうふうにずっと思ってたからね。だから、まあ、甲子園行ったときは、まあ、しかし、こんなところに返してくれたんだ、世の中捨てたもんじゃないなと思ったんですよ。それでね、阪神の最初の登板がね、開幕してね、最初は後楽園で、忘れましたね、他の試合全部忘れてるけどね、後楽園の時にね、もう超満員ですよ、はい、あの当時で言うと、こう、ゲタ入ってるけど、5万5000の大観衆、そうですね、ね、それで、マウンドにパッと行って、1回の裏で。キャッチャー田渕さん、はい、田渕さんと久しぶりにバッテリーコースさん投げながら、で一塁側のベンチちょっとこう見ると、そこに長嶋茂雄さんがいるじゃないですか。まあ、いますよね、憧れの崖の時からの、はい、でまた若いしかっこいいな、その頃で、うわそうかと、俺もとうとう来たここまで、はい、その時は一番嬉しかったね、はい、長嶋さんの姿見た時、うんうん、でもそれはやっぱパ・リーグにはない、いや、それはないです、会場ですよね、それはないですよ。くあの無観客、冗談で言ってたじゃない、無観客試合最近どうですか、から俺の時はよくあったよ、そういう試合が、客のいないところでね。だからそういう雰囲気とか言うと、やっぱそれはね、あの自分のこう今までの思いがね、こう長嶋さんの姿を見た瞬間にカーッときたもんね。やっぱ長嶋さんってやっぱ特別な存在なんですよね。喋ったこともないしさ、
だけどやっぱりあの人はそういう、まあ、なんていうのかな、オーラというか、うん、すごいものがあったよね。最初の対戦って覚えてます、長嶋さんあれね、オープン戦でやったんですよ。オープン戦の時は2回ぐらい当たったんだけどね、ヒットは打たれてなかった。ただしね、あのその時も俺はその村木の時から憧れの選手が来てね、構えて一球投げた時にね、フラッシュがたかれたんだ、はいはい、ピカーって、はあ、でレフトライナーだった。一瞬にしてパッと見たら、もうそ の, あの打球の速さと、あれバットで打たれて何やねん、フラッシュで打たれたそれあれですか、やっぱり痺れましたね。痺れたね。まずどういう感覚なんですか。いやもう当てちゃいかんです、うん、いや そんなとこじゃない。もう上がってるから、とりあえずもうここは投げなきゃいけないと思って真ん中目上げてこうピャッと投げた。投げてボールがつく前にもうフラッシュがたかれたそれでびっくりする。そしたらレフトライナーだった。なるほど、そんな感じなんです。はい、わかりました